はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイシです。では今回はオーダーオブバトルライジングさん、大日本帝国軍でのプレイ続きをやっていきたいと思います。で、前回はですね、真珠湾奇襲攻撃の成果として戦艦3隻の撃沈を行いました。で、今回はですね、その続きになるんですが、この真珠湾攻撃のクリア条件は18ターン攻撃をし続けることということになっていて、今ターン数はですね、こちらに出ているんですが18分の6になっています。なのであと12ターンですね、ひたすらアメリカ軍を攻撃していきましょう。画面右下にあるミニマップを見ながらプレイを進めていくんですが、主戦場になっているのはもちろん真珠湾になってますね。残りの敵の艦艇も叩いていくのか、それとも戦艦の撃沈は済んだので副次目標の、敵航空機8機破壊、あるいは燃料集積所3箇所破壊、これをやっていきましょうか。で、スペシャルイベントですね、これはアメリカ軍の偵察機の破壊が加わりましたね、任務に。どこに出てきたかというと、これかな、キングフィッシャー、6か、6だったら普通に冷戦向かわせば肩が済みそうだけど、冷戦は艦爆、艦爆、これも艦爆だね、艦攻、冷戦はここだな。まあドッグファイトはやっぱり任せちゃった方がいいからね、冷戦に。いや、さすがに強いわ。これも冷戦、そうだね、これで早速偵察機あっさり撃沈、これくらいあっさり撃沈できるといいよな。そしたら画面の左上の方にいる97式の艦攻、これももう真珠湾の上空へと向かわせちゃいましょうか。問題はこっちだよな。ここがね、ヒートポイントはまだ9で十分にあるんですけど、あと飛んでられるターンが緑の10っていう、この10ターンになってきてるんで少し心配ですね。で、あとターン数が減ってきているところで言うと、97式の艦攻、これもね、最初に飛ばした艦攻とかは結構危なくはなってきてますね。7になっているのは少し早めに戻してあげる必要があるよなっていうのを意識はしておく必要がありますね。では真珠湾の上空にとどまっている必要はもうないので、真珠湾の上空から少し離れていきましょう。ここから爆撃機の出番ですね。雷撃機っていうよりかは爆撃機の出番になってくるので、爆撃機をうまく使っていきましょう。他にどっかあるかな。一箇所ここにね、燃料集積所があるのは確認してるんですけど、全部で3つあるはずなんですが、その燃料集積所の場所を確認しておきましょうか。どこにあるんだろう。
一箇所はここにあるよな。ここに向かわせる、高速距離の残っている爆撃機あるかな。12ターンあればこの爆撃機向かわすか。ここにもありますね。ここも燃料集積所になってるな。さあ残りの飛行機の航続距離を少しずつ意識していかなきゃいけない、タイミングになってきましたね。もう真珠湾の上空にとどまっているとね、敵の水上部隊からの反撃を受けるので、まあ、できるだけそうならないように早め早めに動いていっちゃった方がいいよな。ちょっと待ってね。そうするとこの救難式の観光はもう魚雷が再装填されてるんで撃沈しておこう。まあ、1機でも2機でも敵の、おっとしまった、雷撃したかったんだよな今は。これで燃料集積所1個破壊しましたね。ここにある1個破壊しました。もう1箇所あるんで、これが爆走の97式の艦上攻撃、他はこれは救急式の艦上爆撃機。救急式と97、どっちの方が攻撃力が高いかちょっと見ときますか。まずは救急式の艦上攻撃機、これは5ですね。目標への孤立ダメージが5、一方の97式の艦攻の爆走タイプは5か、同じですね。同じだったらどっちでやってもいいからこのままにしましょう。そうか、すっかり忘れてた。画面の右の方に向かわせるって話してたよね。そろそろ本当にね、マップから離脱する準備もしておかないといけないからな。残り4ターンになっている戦闘機があれば離脱させましょう。そうしないと燃料切れで落ちちゃいますからね。まずは魚雷で駆逐艦を沈めておきます。そしたらオーマハ級軽巡のデトロイトに対しても魚雷攻撃でマイナス5を削ったか。5を削ったのは大きいな。そしたらもうせっかくなんで沈めちゃおう、どんどんね。
とはいえね、そろそろこの雷撃部隊は撤退の命令も出しておかないと危なくはなってきてるからな。よし、これでケージョン一石撃沈しましたね。ここにある燃料集積所に対して爆撃を仕掛けに行かないといけないな。そろそろ向かわせた方がいいね。ただこの爆走の97式の艦上攻撃機はこれ見るとヒットポイント7でまだありますけど、あと5ターンで離脱しなきゃいけないって考えるとそろそろ帰らせた方がいいよな。一回ここで駆逐艦を撃沈したら帰らせましょう。もう5になってるのが絶対帰らせないとダメだな。仮にね、その燃料タンクの破壊に失敗したとしても、お、第3波が来たな。よし、これはありがたいですね。これは97種の艦攻爆走タイプだな。爆走タイプは燃料集積所の攻撃に向かわせよう。これは冷戦の戦闘機ですね。これは護衛戦闘機っていう位置づけなのかな。そしたら、まずここはあと7ターンあるけど、7ターンあるんだったらもう1回ぐらい攻撃しとく。いやー、もう帰らせ始めた方がいいよな。帰りますよっていう雰囲気を出しながら行きましょうか。でこっちにいる戦闘機部隊はまだまだ飛べるね。飛べるので飛んで敵飛行場の制海権を取りましょう。12あればまだまだ飛べるね。最後まで飛べますね、12あれば。逆に5とかになってくるやつ、7とか7以下はもう最後までいられないんで帰らせましょう。リターンポイントはここですね。なのでこっちに向けて帰ってもらいます。もうね、確実に帰ってもらわなきゃいけない部隊は漏れなく帰ってもらいましょう。これで一通り危ない人たちは帰れるでいいのかな。7も帰、9は持つよね。4は持たないから帰らせましょうと。結構あれだな、いられる真珠湾上空にいられる部隊がだいぶ減りますね。まあ、しょうがないね。こっちには空母とかがいないんで。
しまった、こいつはもう残り4ターンしかないのに攻撃仕掛けちゃったな。まあしょうがないな。戻れるかどうかちょっと不安がありますけど、しょうがないですね。お、偵察機が飛び出したか。この偵察機撃沈しながら、追従しながら、そしたら撤退する？これで次のターンでもう一隻撃沈はできそうだな。で、ここは燃料集積所破壊済みだね。ここも破壊済み。となると、あと燃料集積所がどこにあるんだ？もう全部破壊済みでいいのかな。そしたら残りのもう1個の燃料タンクの破壊に向けて動き出しましょうか。この辺りはもう帰還する部隊だよね。うんうん。きっちり戻ってくれるかどうかかなと心配なのは。一機もね、航空機を失わないっていうのも副次目標に入ってたんで、せっかくならそれも達成したいですよね。干渉するっていうのも。さて、偵察機がまた飛び始めたな。この偵察機撃沈しておきたいけど、救急式艦爆か。戦闘機がいないな。飛べる戦闘機がいない。あと水蒸気どっかに取り逃がした。どっかに移動しちゃったよね。どこに移動した。撃沈はできてないと思うんだけど。結構ね、見逃しちゃいますね、こうやって見てると。そしたらあとは、機雷施設戦隊、これ、ぶっちゃけどうでもいいけど、もうここまで来たら撃沈する？問題はここにいるあれだな、カタリナだな。カタリナの撃墜をするためには、冷戦が必要だな。冷戦が飛べる冷戦はただもうないからな。
しょうがないで、取り逃がすのも覚悟するしかないのかな。カタリナの動きだけ見守っとこう。カタリナこっちに来るんだな。カタリナに追いつけるか。こっからとても追いつける距離じゃないよな。真珠湾の方はほぼほぼ蹴りがついたでいいよね。この駆逐艦も撃沈まであと2まで減らしましたね。これで敵の水上部隊はほぼ壊滅させたでいいよな。問題はここにいるカタリナだな。このカタリナを撃墜するにはどうしても足が足りないな。これは一機取り逃しますね。しょうがない、戦闘機が足りない。戦闘機を全機東に向けたのが良くなかったのかな。これが今後のキャンペーンにどういう影響が出てくるかちょっと不安がありますけど。さあ、燃料集積所は破壊しましょうね。しまったね。一旦もったいないことしちゃったか。この爆走タイプの救難式の艦艦をせっかく近づけたのに攻撃できない状態にさせちゃったな。でちょっとこの後ね、真珠湾の方に一機冷戦戻しましょう。母艦にたどり着けないのがいる。ちょっと待って、どこに行くお前。いやお前こっちに来なくてよかったんだけど。マジでどうした。いやおかしいことしてくれるわ。お前はもうこのまま離脱してくれてよかったんだけどな。あ、1になってるね今これが。危ない危ない、これ逃げられちゃう。逃げられちゃったね。まあしょうがないね。このカタリーナには逃げられたけど、まあなんとか逃げ切ってくれればいいかな。でこいつももうちょっと危ないので逃がしましょう。
あとはね、機銃相当ではないですけど、敵の基地を徹底的に叩いておきます。でここでね、忘れちゃいけないのが、これ冷戦でしょ、これは爆走タイプの艦爆。まずこの冷戦を動かしましょう。でここで残り2ターン、しまった。これが2ターンじゃもう絶対戻れないな、まあ、ただまだ6残ってるんで、2ターンの間飛び続けられればいいってことだよね。あと3ターンだったら飛び続けられるんで、なんとか残れるかな。補給が切れたらというか、その航続距離がゼロになった後は1ずつ減っていってしまうんで、ヒットポイントが、それは避けたかったところなんですが、残り1になってるけど、まあ持つは持つね。このまま敵の攻撃にさらされなければ持ちそうだな。問題はこの燃料タンクだな。3ターンかかるのか。なんとかなるかな。ちょっと際どいタイミングですね、タイミング的には。燃料の集積所、これをなんとか、よし、燃料破壊しましたね。すべてのタンクを炎上し、修復不可能なほどの損傷を与えたと。これ新史実の真珠湾だと、実際には燃料タンク破壊できていなかったはずですよね。ここはプラスアルファの要素できたかな。そしたら、敵の水蒸気をね、偵察、水蒸気タイプの偵察機カタリーナかな、逃しちゃったっていうのがちょっとどうかなっていうところはありますけど、まあ、全体的には副次目標もね達成できたし、良かったんじゃないかな。戻ってきたね。さて、今日日本はアメリカに対して偉大な勝利を達成、敵はすぐにこのショックから立ち直るでしょうが、彼らはすぐにはこれは偉大な攻勢の始まりに過ぎないということを知るでしょうと、まあ、全体的にはいい雰囲気になってますね。はい、というわけで、真珠湾奇襲攻撃ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。次回はね、この続きまたプレイの方していきたいと思いますので、ぜひぜひ、こちらの
オーダーオブバトルパシフィック、応援のほどよろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。